天皇星、天皇星、天皇星、ユーラニスは太陽系の太陽に近い方から7番目の惑星である。太陽系の惑星の中で木星、土星に次ぎ3番目に大きい。1781年3月13日、イギリスの天文学者、ウィリアム・ハーシェルにより発見された。名称のユーラニスはギリシア神話における天の神ウーラノス、ラテン、文字天社、 ウーラノスのラテン語系である。最大等級プラス5.6等のため、地球最接近時は肉眼で見えることもある。後に、ハーシェル以前に構成として20回以上の観測記録、肉眼観測も含むがあることが判明した。天王星は主にガスと多様な氷からなっている。大気には水素が約83%、ヘリウムが15%、 メタンが2%含まれている。内部は重い元素に富み、岩石と氷からなる核のほか、水やメタン、アンモニアが含まれる氷からなるマントルで構成されていると推測されている。酸素、炭素、窒素が多く含まれ、ほとんどが水素とヘリウムでできている木星や土星とは対照的であ。天皇星と海王星は従来、木星型惑星に分類されていたが、 木星や土星の核から液体の金属水素の層を除いたものによく似ており、内部は比較的均一に分布しているようである。こうした違いから木星型とは異なる天皇星型惑星として分類されるようになった。天皇星の特徴の一つとして、自転軸が挙げられる。天皇星の自転軸の傾きは98度、大道面に対しほぼ横倒しに倒れている。 天皇星の自転軸がなぜこれほど傾いているのかは分かっていない。古典的な推察として天皇帽子がまだ完成されていない時期に大きな原始天体が衝突したジャイアントインパクト説も参照のことという説があるほか天皇星にはかつて巨大衛星が存在しておりその影響で次第に自転軸が傾斜していったという仮説も唱えられている。また天皇星が 現在のように自転軸が高天面に対して横倒しになるには地球サイズの天体が1回ではなく2回衝突する必要があることがシミュレーション研究により判明したとの報告もある。また、自転軸の傾きのため極く周囲の方が赤道周囲よりも太陽からの熱を受けているが奇妙なことに赤道周囲の方が極地よりも温度が高い。 この理由もまだ解明されていない。また、後天周期が84.25301年なので、極天では約42年間、昼、または夜が続くということになる。天皇帽子が青緑色に見えるのは、上層大気に含まれるメタンによって赤色光が吸収されるためである。厳密には、色は後天に伴って変化する。そのため、天皇星には、 季節があるとの推測がされている。天皇星の大気は他のガス惑星と比べると雲がほとんど見られずのっぺりとした外観を持つ。これは傾いた時点の影響で昼夜での気温変化がほとんどないためである。しかし2007年に天皇星は春分を迎え赤道方向に太陽光が当たるようになると通常の惑星と同じような昼夜の繰り返しが 起こるようになったため、気温変化が起こるようになった。実際、2011年に北半球でカナトコ雲に相当する白い雲が観測された。これはメタンの氷でできた雲と考えられている。ボイジャー2号によって天皇星に磁場の存在が確認された。その強さは地球とほぼ同じである。天皇星の磁場の中心は惑星の中心から、 大幅にずれており、60時点軸から傾いている。そのため、地球の磁場よりずっと大きく変動するとされる。天王星の放射線体は、土星並みに強い。その強さゆえに、内側の衛星や間に存在するメタンは、化学的変化を受けて黒っぽく変色してしまう。2011年11月に、ハップル宇宙望遠鏡が、 天皇星のオーロラ嵐を二度にわたって観測した。天皇星が惑星として確認されたのは比較的近代になってからである。実際には何度も観測されてはいたが惑星とは認識されていなかった。知られている観測例は1690年にジョン・フラムスティードがオウシザ34番星として記録したものが最古である。 1781年3月13日、ウィリアム・ハーシェルが天王星を観測した。彼はそれが新天体であることには気づいたが、彗星だと考え、同年3月22日に彗星を発見したと発表した。しかしその後、観測が進むと彗星だと仮定して求めた軌道は観測に合わなかった。そこでアンデル・レクセルは円軌道を仮定して、 軌道を求め、観測結果を説明することに成功した。求められた軌道長半径は18.93 a u で、新天体は土星のはるか遠方の、それまで思われていたよりも、ずっと巨大な天体であることが分かった。これ以後、新天体は惑星とみなされるようになった。ハーシェルは新惑星を、イギリス国王ジョージ3世にちなみ、ゲオルギウムシドス、ジョージャムシダス、 ラテン語で、ジョージ星という意味と名付けた。後に、シダスは公正であって、惑星ではないという指摘を受け、ジョージアンプラネット、ジョージアンプラネットに改名。しかし、イギリス以外では普及しなかった。1784年に、ジェローム・ラ・ランドが提案した、ハーシェルは、フランスの天文学者の間に広まった。その後も多くの名前が提案されたが、最終的に、 ヨハン・ボーデが提案した、ウラヌス、ユーラネスが広まった。1827年までにはイギリスでもこの名が、最も一般的になり、すべての天文台がウラヌスに切り替えたのは1850年だった。なお、中国で生まれた、天皇星という訳語が、日本、韓国、ベトナムにも広まった。天皇星に接近した、宇宙探査機は1977年8月20日に、 打ち上げられたアメリカ航空宇宙局のボイジャー2号ただ一機である。ボイジャー2号は1986年1月24日に天皇星に最接近し、天皇星のほか、艦や衛星を撮影した。日本では1970年代に N、アイロケットを使用した探査が検討されたが、当時はスイングバイ技術を有していなかったことや、 観測衛星の性能不足などから実現しなかった。天皇星には2013年の時点で27個の衛星が発見され、すべてが命名されている。衛星の名前は、ウィリアム・シェイクスピアか、アレキサンダー・ポープの作品中の登場人物名が付けられている24個、シェイクスピア関連である。ボイジャー2号が接近するより前に発見されたアリエル、ウンブリエル、 シタニア、オーベロン、ミランダを天皇星の五大衛星と呼ぶことがある。衛星の他に直径10メートル以下の暗い物質で構成された薄い管もある。天皇星の管に関して最初に言及したのは惑星本体の発見者でもあるウィリアム・ハーシェルであった。ハーシェルは1789年2月22日に赤みがかった玉木・イプシロンと推測されるを観測し、 1797年に正式に発表した。だが、この説は受け入れられず、その後、約200年にわたり艦は観測されなかった。1977年3月10日に、カイパー空中天文台から、恒星の遠平を観測することによって、天皇星の艦は発見された。その艦は暗く、とても、ハーシェルの時代の望遠鏡で見えるものではないと思われたが、後に、 カッシーニによる観測で土星の艦が拡散しつつあるということが分かったため、ハーシェルは天皇星の艦を実際に観測していたが、その後に0域の間に艦が暗くなってしまったのではないかと一仮説が立てられている。天皇星の写真に写る輪は一般に鮮やかな色をしているが、これらはほとんどが赤外線域で撮影された輪を可視光域の写真と合成したり、 あるいは写真そのものが赤外線域で撮影されたものである。可視光では前述の通り非常に暗いために我が明瞭に撮影されることはまずない。2007年には天皇星の艦が地球から見て真横を向く位置になった。天皇星では後天周期の半分にあたる42年に一度の出来事である艦が真横を向くのは木星では6年。 土星では15年に一度。また衛星やその影が惑星と重なるのは、木星や土星ではよく見られる光景だが、この時に、ハッブル宇宙望遠鏡によって、天王星と重なるように通過する衛星とその影の画像が影された。ウラヌスイコール諸の湾星は古代人の命名ではなく、近世以降に発見された惑星に、他の惑星に習い、未使用の神話上の大物の名が付けられたもので、 天体の外見や運行上の特徴と付けられた、神明の緩和は希薄である。なお、ユーラニスはギリシア神話に由来する名称であり、他の惑星がローマ神話に由来する名称を与えられていることから、本来は天皇星もカイルス、カイラスと命名されるべきであった。それは、ローマ神話で対応する名称が忘れ去られてしまうほど、この神の存在が、 人々の記憶から希薄になっていたことを意味する。ウラヌスはギリシア神話の主神、ゼウスの祖父にあたる。天皇制は古代には知られていなかったため必要、供養には含まれないが十大天体の一つである。西洋占星術では法病宮、水亀の支配性で強制である。変化を示し、改革、離別、不安定、電撃に当てはまる。 ウラヌスイコール著のワンと解消される以前は発見者にちなみハーシェルと呼ばれたためハーシェルの H を他の惑星記号に似せて図案化したものが先生術、天文学を通して用いられていた。これが解消後も用い続けられている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。